10月23日、上野原市は一般社団法人、あずこむ丸は支援ネットワークとの災害時における物資の輸送、荷役などに関し協定を締結しましたこの協定は災害時に市からの要請があった際市内に設置される集積所から各避難所へ食料や生活必需品などの物資をスムーズに送り届けることにより 被災者の生活を支援することを目的に結ばれたものですこの日、上野原市役所において村上信之市長とアズコムマルワホールディングス株式会社小倉智樹取締役が協定書を取り交わしました同グループはこれまで過去の災害時にその輸送力で被災地を支援してきた実績を持ちこれらのノウハウを生かし有事の際の 被災者に対するスピーディーな支援が期待されます、えー、アズコムマルワホールディングスさんの社長であるワサミさんが実は上奈良カントリーの社長でもあるんですそういう関係でいろいろ上奈良とために頑張りたいと言っていただきまして興奮になりました そのさみ理事長は桃太郎のことに関して社訓であるとか、えー、会社の,その経営方針とかそういったものをこの桃太郎伝説というよりも桃太郎の道徳観会社経営観というものを持っていますそんな関係でこの上野原の桃太郎伝説と結びついてこの度いろんなことが、えー、さらに進んでいくようなことになっています。 あの、弊社グループとしては軽自動車から大型車両までですね。まあ幅広くの車格って言うんですかね。大きさの車両を放置してまして、また、あのコ津子も丸足園ネットワークっていうまあ団体がございます。ここで、あの1800以上の会社さんとネットワークを通じて、まあもし上野原市さんで災害が起きたときに。まあ例えばこの辺だと相模原とかが近いんで、相模原の方から。 あの車両を出して、いち早くこの上野原さんの物資を輸送できるような体制を取っていきたいと考えておりますあのこの機会を通じて、私たち、アズコムマルアホールディングスグループとしても、上野原市の皆さんのためにですね、行動していきたいと考えております10月31日、上野原子育て支援センターでは。 施設を利用している親子が仮装してハロウィンパレードを行いましたこの催しは当日のハロウィンに合わせてセンターの利用者に良い思い出を作ってもらおうと今年初めて実施したものでおよそ10組の親子が参加しました参加した親子は子育て支援センターすぐ近くの総合福祉センター藤見において イベントに協力する形で訪れた上野原警察署員と施設内を巡り、市の職員から歓声を受けたり、お菓子をもらったりしていました。今日、コロナ禍でなかなかこういうイベントもなくて、ちょっと寂しかったんですけど、今回、こういうのに参加できて、すごい思い出にもなって、嬉しかったです。 普段はなかなかの親子で一緒に仮装することないので、こういう機会があってあの親子で楽しめてよかったです。はい。はい、えー、ととっととても楽しかったです。はいあのなかなかこういう子供が集まる機会って少ないので、あの他のお子さんとかと交流できてとても楽しかったです。<laughs> ありがとうございます。バレードを終えて。 子育て支援センターに戻ると数年前まで市内の子ども園へお子さんを預けていた関係から生まれた園で塩津郵便局の中野明子局長が訪れていて親子に郵便局オリジナルの塗り絵などをプレゼントしお互い楽しい時間を過ごしていました。10月31日 上野原市消防本部2階会議室において株式会社ヤマップと鶴市、大月市、上野原市の3市消防本部との遭難ゼロ協定の締結式が行われましたこの遭難ゼロ協定とは登山地図 GPS 系アプリヤマップを運営する株式会社ヤマップが消防機関と連携して遭難者の位置情報に関する連携 捜索隊員トラッキングシステムの提供遭難事故防止に関する啓発活動の3点を軸に山岳遭難事故による死者数ゼロを目指すプロジェクトですヤマップとはスマートフォンで山の地図を表示して登山に活用するアプリです電波が届かない山の中でも登山ルートが表示でき GPS で位置情報を確認・登録することができます 登山者の安全を見守る救助隊員の皆様にとってもヤマップが一助となるよう安全登山に貢献する開発を進めてまいりますアプリの基本機能は無料で利用できます今回の協定では登山者側のアプリ利用データを遭難発見や救助に役立てること消防の救助機関もこの機能を利用して救助に役立てること 救助側の二次被害をを防ぐことを目的に結ばれました3市の消防管轄には、山岳救助に関する出動が多く、この遭難ゼロ協定の締結は、官民が協力して行う取り組みとして、成果が期待されます。